番後でします。はい。ナイス。ああ、ちょっと右に行ってますね。大丈夫じゃない？でなんか斜面に当たりました。なんかトン、うん、音はしました。ね。すごい、めっちゃ涼しい。うわー、綺麗。ありがとうございます。トップ。あ、よかった、ちょっと今タイミングが。ナイスです。ありがとうございます。ハマ強ね。すげー綺麗に飛んでいく。ねえねえ、なんとか挽回しないと。でも言うてまだワンナップですよね。うん、そうですね。全然今の球すごくなかったですか、ナミさん。いやー、かっこいい、ね、マジで綺麗。あんまり力感がないですよ。体のバランスをうまくこう使って、それこそあの地面反力って言うじゃないですか、はい、下半身からちゃんとエネルギーが伝わってスパーンってヘッドが走ってる感じするよね。すごいわ、嬉しい。超綺麗、これ。結構触れちゃう方なんで、よく回る。もともとは結構飛ばすタイプだったんですか？確かにジュニアの時から結構飛ばす系だったんですけど、でも20歳から20歳ちょっとまでが結構ショットにすごい悩んだ時期が長くて、でその時はやっぱ曲がるのが怖いから、なんていうんだろう、そっちばっかり気がいって、飛距離に気持ちがいかなくて飛んでなかったんですけど、ちょっと治ってきて、ショットが。そしたら飛ばそうと思ってないんですけど、気づいたら、あれ、なんか私めっちゃ飛ぶ。周りにもなんか、あれ、リカちゃんめっちゃ飛ぶよねとか言われて、私もまっすぐ行くことがばっかりにとらわれてるから、うん、え、そうかなとかって、YouTube 始めてから、うん、結構飛ぶ方だって気づきました。遅い。最近よ、ね、全然自信なさすぎて。めっちゃ最近。そうなんですよ。距離よりフェアウェイキープの方が大事ですもんね。そうですね。最近そうやって言われるようになったんで、あ、ちょっと飛ばしも頑張ろうと思って余計飛びできたかもです。なるほど、いや、めっちゃ飛んでると思うんだよね。いや、私も飛ばせるようになりたいんですよね。いや、なりちゃんは、うん、アマチュアの女性の中だったら飛ぶ方なんで。思った。そうなんですか。心配はしていただかなくていい。ね、いいよ、当たりしますよね。当たりする。さっきのパー3の7番アイアンとかめちゃくちゃ。いや、ほんと結構やっぱインパクトめっちゃ大事だから、この当て感できれば飛ぶようになりそう。嬉しい。サングラス外して探します。はい、じゃあリカさん打ちします。関係ない、ピーって感じ、うん、え、何で打ちましたっけ。な、7? 7ウッド5です。 あ、でも同じぐらいじゃないですか。ありましたね。ありました、言うて。ありました。もう半分ぐらい埋まってますね。やばいですね、これ。やばい、目玉これさ、きつい。そう、まあまあ、でも打って出す、うん、出せばいいか。ちょっとどんな感じですか。おお、これは入ってますね。もうめり込んでますね。めり込んでます。てかもうカメラでもきついぐらいの傾斜。いや、ほんとほんと落ちそう。どうだ。あー、あー、出た。ナイスアウト。もう芋掘りした後みたいな。ちょっとなんか落ちてたかよくわからへんじゃん。あの、飛んでたのが棒じゃなくて砂でしょね。115ヤードピッチングできます。はい。いや、もうない、ナイス。お、ナイスです。乗りましたね。はい、いいとこっぽい感じがいたします。いいターフですね。いいターフ、お、ゴート形が。なるほど、初めてターフ褒められましたね。ターフは先生だって教わりましたよ。そうなんですか、はい。ターフの形でなんか調子が、はい、わかるみたいな。そうそうそう。あれ、どこ、あれ、あれですね。飛んでる。取れた。さすがです。ありがとうございます。お、いい当たり。260って。すごい。75と思います。58度。はい。うわ、眩しい。どこ行った？もうすぐだ。あ、ありがとう。ナイスオンでーす。ありがとうございます。あ、ついてます。ついてます。今、やば。
こっち着いたわって思ってあっち見たら逆光わって思っていっぱいわって視界が忙しいあのしっかり顔に泥ついてますいやいやもう溶けてないあ、そうそうこれでしょそうです雨上がりゴルフの選定です ね、いや本当に本当にあのリコさんはバーディーチャンスですからねそっかそっかそっかそうです2段目3段目なんでしかもいいねえ登りのいいラインですねさすがねえありがとうございますうわ結構切れたすいませんいや全然全然ありがとうございますボギーですねはいでバーディーパッツおいしい、おいしい、OKですかねはい、ありがとうございます。ナイスパーです。いやー、弱っ。まあまあまあ、これ怖っ。ちょっと埋まったのはあれでしたね。いい取られました、皆さん。え、じゃあまた一緒に。イーブンになりました。おお。すごい、いい勝負。いい勝負。ここまででも、ナビゴルフチーム結構前線してますよね。確かに。めっちゃ上手いですよ、二人とも。謎に仕上がってる。マジで、あの今年初めての撮影なんですよ、はい、もうなんかそうなんだ、そっか、撮影自体がしてなくて、いつもめちゃくちゃしてたのに、うん、そっかそっか、でもゴルフは行きましたかゴルフは、はい、はい、僕はどん今年、あの1月1日からゴルフ行っててはいはい、すごい何回、2、3回は行ってましたねああ、いいですねやっぱお正月はみんな行きますよねうん、やることないですもんねそうですよね、うんヒーロー旗からするとちょっと左にグリーンはありますでもフェアウェイ自体は、右ちょっと広いですけど左も帯浅めですね詳しいね詳しいそんなに来てるんですかナミちゃんとも一緒に2回ぐらい来ましたね来ました撮影ですねあとはあのコンペうーん2回3回ぐらいかなうんすごい結構しっかり覚えれるんですねそうですねなんか景色は覚えれる、うん4番ウッドです。はい。ね、すごい本当にダメだ。あー気持ち悪い。ちょっとかな。ですよね。5番ウッドでーす。はい。あやば。これは。泥仕合みたいなってますやばいっすね右と左に荒れてる座って打ちますはいこっちも後で打ちまーすやばいなよいしょありがとうございますあーまたなくなっちゃったあ、これだいやこれもギリギリだはい、でもありそうありそう、なんか右もありそうどうでしょう、うん、なんか意識的に変えてるんですねなんか、いや変わって、戻ってきちゃうんですよ悪い方に、はいイメージは一貫してあるけど、それとちょっと差が出てきちゃってるからイメージに近づけてるっていう。そうですね、そうそうそう。あ、やばそう。あ、これ超えてればいい。え？うん、超えちゃった。あ、あるあるある一個。いや。めっちゃいいとこにある。あ、めっちゃいいとこ。あ、待って、でもあ、そっか。え、左打ったの私だけですもんね。そうですね、僕右だったんで。めっちゃラッキーだわ。この辺で一回止めてもらっても大丈夫ですか？すいません。気になる。ありがとうございます。ごめん、めっちゃいいとこあるわ。ねえ、マジラッキー。 あそこでもあるのか。左折り、いっぱいある、いっぱいありますね。あ、そこにはそれですか。いっぱいあるな。あ、は
い、あ、全部ある、全部。全部。ありがとうございます。じゃあ、両方あるな。ニッシーさんの得意なライですね。得意なライですか。これはね、左足下がりの。はい。得意なライですね。どうやら。得意な。はい。183。めっちゃ難しい。めっちゃ難しい。80ぐらいですかね。7でいきます。おお。こ。あ、まあまあまあ。惜しい。頑張りましたね。はい、手首折れるかと思いましたけどね、これね。まあ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 。めっちゃナイスです。ありがとうございます。すごい。ラインまでかすごい。からのリカさんですよ。ねえ、めっちゃいいとこ。ねえ。ちょっと気をつけて。確かに後ろ向きでそれやばいです。大丈夫です。まあ多少転んでも。こっちからカメラ押さえとこうかな。面白いのが撮れるかも。そうそうそう。落ちる。うん、転げ落ちる。うわぁ、もう絶好のポジションだよ。あゆっくり、早く行った方が危なくない。収めた。100の打ち下ろし、はい、90ちょっとって感じですかね。はい、52です。はい、ね、3。ナイスです。ありがとうございます。やっぱプロのしか出せへん音って感じね、全然ちゃう。あれさ、ほんとアマチュア出ないよね、うん、ね、絶対聞かれん。いや、なんかそのハーフトップしちゃったみたいなアマチュアの中の感覚と音があるんですけど、今の音ですね。なんかカツンっていう綺麗な。そうですね、確かに、うん、あの音ってなんかそのアマチュア多分狙って出せないよね。でもプロの人とか本当に上手い人と一緒に回らせてもらうと、アプローチって8割9割やっぱあの音じゃないですか。そう、確かに、うん、コツみたいな。そう、コツンってなって、でもちゃんと球上がっててスピン入ってるみたいな。不思議やんの、憧れ。でも全然できそうじゃないですか、やっぱり。いや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 、あの綺麗にこうクリーンに入れるのはちょっと難しいっすよね。ね、だってどういう確率であそこに当てるんって感じなぐらい、ね。だから本当にボールに綺麗にこうやって入ってくるんだよね。そうですね、うん、やっぱでも毎回入るとこはそこら辺に入りたくて、はい、そこからちょっと打ち込むと、はい、その音ってよりかはもうちょっと活動みたいな、なんて言うんだろう、活動とか言うんですけど、初めて聞いた。もう少しこう芝の打つ音が聞こえるんですけど、そこに当たってあんまり下まで行かないとああいう音になるのかな。へえ、うん、もうちょっと打ち、さっきの前のホールとかはもうちょっと打ち込まれてた音が近かった。確かに、あの泥を顔にかぶった時、ね、あ、そうそうそう。でやっぱ当てるとこはいつもちょっとやっぱ僕ボールに当てたい。綺麗ってことですね。目指して頑張ろう。フェアウェイバンカーとかに練習するといいですよ。そうなんや、うん、じゃあカツンで、カツ丼じゃなくてカツ丼で。うわー、止まる。でもいい音。優しい。お褒めいただきます。ちょっと分からへんかった。うまい。あー、すごい。くそー。うまい、ナイス。ボギー。ボギーです。はい。うわー、弱い。惜しい。ナイスパーです。おー、ワンナップ。リカ様、ボギーだから負けてイーブンだったですよね。でここでだからワンダウンって僕らからしたら、そうやんな。そう、あ、そういうことか、そういうことか。リカさんがワンナップです。おお、これは西役に立ってないじゃないですか。出てきたのに。でもあれですよね、スコアで言ったら一緒、私が出だしだった。あ、そういうことか。そっかそっかそっか。あ、むしろ僕がバーディー、うん、ボギー、ワンオーバーか。でマッチでよかったって感じか、私が。そっか、ね、そうか。だからナイスプレー、ありがとうございます。いや、うまいな。やいろいろ教えてもらっちゃいました。全然全然全然。こっからはい、また明日ですね。また明日、ナミちゃんがまた登場しますんで、はい、もう一回あのルーレット回してもらって、もう一回ね、3ホールやります。これナミちゃん1回も出ないとかありなんですか。
ちょっと一回出しておきましょう。ねえ、みんな待ってるんじゃない、はい、今日の奈々ちゃんで。わーい。いりますこれ。ホームビデオから。ほんまに。明日、じゃあ、はい、またリカさんにベンチ3本弾いてもらってやります。はい、お願いします。